新潟対大宮の一戦、今日は新潟のホームで行われました。試合開始早々の前半2分です。大宮上辻のフリーキックから最後は坂口のヘディングシュートでした。惜しくもゴールには至りませんでした。そして17分のシーンです。このミスになったところ、中田がしっかりと取りました。その後中に送って上辻でした。ダイレクトシュートを狙っていきました。そして25分です。今度も大宮のシーン、オーバーラップをしてきた有吉から杉沢が中で手を挙げたところ、越えてこぼれ球を鮫島のシュートでした。両サイドバックが今日は高い位置を取っていました大宮。そして新潟のシーンです。今日 B リーグデビューの神楽から最後はブラフシャーンです。最後左足で放っていきました。望月のセーブも光りました。0対0で前半を終了。そして後半に向かっていきます。後半立ち上がり早々チャンスを見せたのは上辻でした。ベテラン、力強いシュートを放っていきますが、惜しくもポストに嫌われます。そしてアクシデントでこの後上辻は途中交代となります。続いて54分です。今度も大宮のシーン、中田から井上です。この井上抜けたところ、2人ついていましたが、最後は平尾もナイスセーブでした。最後まで我慢をしきって平尾、井上を止めました。そして60分のシーンです。左サイドに行った中田から自ら持っていきます。中田ドリブルで運んで力強いシュート、しかしここも平尾です。大宮の攻撃が続きます。今度は井上、ボールを取って左サイドに抜けていった中田、その中田左足のシュート、サイドネットです。惜しくもゴールを割ることはできませんでした。そして新潟のシーンです。ブラフシャーンから川澄、そしてもう一度ブラフシャーン、右サイドから突破して空いていた西口、惜しくもゴール左でした。ゴールには至りませんでした。 Wリーグカップの第4節、新潟対大宮の一戦は0対0、両チームゴールを割ることはできず勝ち点1を分け合いました。